諸葛閣は諸葛亮からあれをパクっていた。諸葛閣は孫権が亡くなると孫呉政権のトップに君臨することになります。彼は孫呉の政権のトップに君臨するとおじさんである孔明のあるやり方をパクって孫呉の政権を飛躍させようと考えます。諸葛閣は孔明の何をパクったんでしょうか。諸葛閣は孫権が亡くなると重臣たちから推挙されて孫呉政権のトップに就任することになります。諸葛閣は孫呉の政権のトップになるとどのような政治を行ったのでしょうか。諸葛閣は孫呉政権のトップに就任すると早速孫呉の家臣団を監視する役職をなくします。そして税金を払っていない孫呉の家臣団や民衆のために税金の帳消しを行います。このように諸葛閣は民衆や家臣団のために恩恵を施す政治を行った結果、彼の人気はうなぎ登りに上がっていくことになり、民衆たちは彼の顔を一目見るために大勢の人が集まってくる孫呉のアイドル的な存在になっていくのでした。さらに彼は首都の近くの堤防を修理して魏の軍勢を阻む防御地点を建設して国防のための備えもします。政治や軍事をしっかりと行っていた諸葛閣ですが、魏の大軍が堤防を破壊するために大軍を率いてやってきます。諸葛閣は堤防を破壊しようとしてきた魏軍を打ち破るため自ら軍勢を率いて出陣。諸葛閣率いる呉軍は魏軍と必死になって戦い、魏軍を打ち破ることに成功します。諸葛閣は魏軍に大勝利を飾り大いに気を良くし、ある作戦を決行することにします。孫権が生きていた頃の孫呉は軍事力を行使するため権力を孫権が持っていました。しかし孫権が亡くなり孫呉のアイドル的な立場になり魏軍に大勝利を飾った諸葛閣は君主が持っていた軍事力の行使権を奪い取ろうと画策します。さらに彼は孫呉の政権を作り出している名士中心の政権を樹立するために動き出します。このやり方は蜀の諸葛孔明が劉禅政権の時に名士を中心とした政権を作って蜀を運営していたやり方にそっくりです。諸葛閣がこのようなやり方を諸葛孔明からパクってやっていた可能性が十分に考えられるでしょう。諸葛閣は叔父孔明のやり方を真似してある程度の成功を収めていましたが、結局は失敗に終わってしまいます。孔明が成功したのに諸葛閣はどうして失敗したのでしょうか。諸葛閣は君主が保有していた軍事力行使権を手中に収め、名士たちによる政権運営をある程度確立するところまで行きます。その後諸葛閣は叔父孔明が行ったように魏を討伐するため北伐を行います。諸葛閣は孫呉の宿願であった合肥新城へ攻撃を開始します。諸葛閣率いる呉軍が優勢でしたが、合肥新城が救援軍到着まで粘ったせいで合肥新城を攻略することができずに敗北。諸葛閣は合肥新城を攻略することができずに失敗したため、彼の人気は大いに低下するのでした。諸葛閣は北伐に失敗したにもかかわらず再度北伐を行おうと決意しますが、この無理やりに北伐を継続しようとしたことが彼の失敗の原因の一つとして数えることができるでしょう。では孔明は北伐に失敗した時どうしたのか。孔明は北伐に失敗した時自らの官職を降格させることで自分の罪を内外に示し、
自分の失敗を明らかにしていました。もし諸葛閣も孔明と同じように自らの罪を明らかにしていれば失敗しなかったかもしれません。孔明は明史中心の政権を確立することに成功していましたが、彼が成功した大きな原因の一つは、君主、明史、軍を率いる将軍との信頼関係をしっかりと確立していたことでしょう。孔明は上記で挙げた3つの信頼関係をしっかりと構築していたため、北伐に失敗しても誰も彼を責めることはありませんでした。しかし、諸葛閣は孔明のように3つの信頼関係を構築することをしませんでした。そのため、彼が再度北伐を実施しようとしても、彼に明史や軍を率いる将軍たちが反対。諸葛閣はそれでも無理やりに北伐を敢行したため、彼の人気は一気に下がり、みんなから恨まれる存在になってしまいます。もし、孔明のように、三つの信頼関係をしっかり構築していれば、彼のやり方は成功していたかもしれません。